皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、定期試験対策にもなる中学理科基礎ミニテスト、今回はこんな問題です。図のように、図がこれですね。試験管 A に酸化銀を入れ加熱し、発生した気体を試験管 B で集めた。これ試験管 A がここで、ここに酸化銀が入って加熱しています。ここで発生した気体、これを試験管の B で集めていますよね。問題は1番、図のような気体の集め方、これは何と言いますか。2番、最初試験管 B に集まった気体、これを捨てた方がいいのはなぜですか。3番、試験管 B に集めた気体の中に火のついた線香、これを入れたら線香は炎を上げて激しく燃えた、この気体は何ですか。4番、加熱後試験管 A に残ったこの物質は何ですか。この4問です。皆さんはここで一度動画を止めて答えを考えてみましょう。そして答えが分かったら、もう一度動画を再生して正解を確認してください。正解はこうなります。1番のこの気体の集め方、これ水蒸置換法と言いましたね。水に溶けにくい気体、これを集める方法でした。2番、最初試験管 B、 ここに集まった気体を捨てた方がいい理由、これは試験管 A の中に入っていた空気、これが最初に出てくるからです。試験管 A の中の空気が出てくるから。3番、この B に集めた気体の中に火のついた線香を入れたら、この線香が炎を上げて激しく燃えた、この気体は何ですか。発生したのが酸素だからですよね。ですから答えは酸素です。そして加熱後試験管 A、 ここに残った物体、物質、これは銀です。そしてできたらこの実験、化学反応式で書けるようにしておきましょう、ね、2Ag2O 矢印 4Ag プラス O2 と、この式も一緒に覚えましょう。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。